はい、まあ、共有すると細谷秀樹でございます。日時はですね、2022年2月の今日は5日でございます。はい、今来ているところはですね、東京都福生市に来ているんですけども、私のね、動画で以前ね、一度だけご紹介したんですけども、建て替え工事をすることが決まっております。はい、基礎工事をね、今やっているところでしょうか。はい、だいぶですね、工事は進んでおります。はい、今大型クレーン車が入っております。はい、ここはですね、遺跡が出てしまいましたので、なかなかですね、工事が進まなかったのですが、ここに来ましてですね、やっと工事がですね、再開される運びとなりました。はい、地下の方ね、今ね、工事してますね。はい、ちょっとですね、カメラアングルをね、変えてみまして撮影をしてみたいと思います。はい、このような感じになっておりますね。ユンボもですね、随分アームをね、下げてですね、工事をしておりますね。はい、玉掛けの作業等もしているみたいでございます。はい、福生消防署のですね、工事でございます。はい、新築工事でございます。いや、アームもですね、すごい高さまで上げてますね。クレーン車のアーム、すごい高さまで上げてますね。はい、今現在ですね、このような状態となっております。またですね、工事の進捗具合がですね、分かりましたら随時ですね、動画アップしたいと思います。はい、すごいですね。でもね、このアームの長さ。はい、現場から以上でございます。マッチョよくすると細谷秀樹でございました。